はい、えー、こん今日はですね、あのー、まあ僕は、えっ、ー、と、この YouTube のチャンネルを見てくれてる方だったら、ひょっとしたらわかるかもしれないんですけど、まあ、ちょうど1年前ぐらいですね、高知に来たときにあの、当時、その、お試し住宅に住んでいた時の、まあ、ほんと、ちょっとすれ違いで、えー、ご近所さんだった、まああのー、ラフティングをやってるね、えー、有機紅葉の有機君に、えー、ちょっと会ってきました。うん。えー、1年経ってね、 まあ何を感じたのかっていうあたりをえとちょっと話してみたいなって思うんですけどまあどういう文脈で話すかっていうとですねまあちょうど先日ですねあの高校時代の同級生にとちょっとオンラインで話す機会があってでなんかその僕の生き方っていうのが非常にこう東大経団連っていういわゆるまあ,まあエリートって言えるのか分かんないけどあのそういうコースからねえ見るとすごい今の。 生き方まあ高知でこう農業をやったり路上で弾き語りやったりするっていうところにあの非常にギャップを感じるっていうことでね、えー、まあいろいろ話を聞きたいとか、うん、いうふうに言われたんですよ。それで、えっといるから教育について話してほしいっていう話があったんですけど。 まああのー、別途ね体型的にはまた整理しようと思ってるんですがまあちょっとゆうきくんと会って感じたことがあったのでまあ、そういう文脈で、ねえー、ちょっと話してみたいと思います。うん、でゆうきくんと会ってですねまあ、これだけですね今時代が、まあ、価値観が多様化して、えー、何が えこう大ヒットするかわからないとかねあるいはその何、うん、んて言うのかなその変動が激しいっていう状態ですよね。でこういう中であのどういう人がねよりこう幸福感を感じやすい生き方をできるのかっていうところで考えると、えー、まさにあの僕はゆっくんは本当にあに素晴らしい生き方をされてるんじゃないかなっていうふうに思いました。年、うん、年上年下とか関係なくね 素晴らしい方がい,っぱいいい方っぱます、ねうん、でどういうとこがねあのいいなっていうふうに思ったかっていうと3点あります一つはですね、えー、っと結局うん、まあ、あの焦らず、ねえー、っとコツコツと自分がすべきことを、まあ、あ繰り返してきた、うん、っていうことだよね。でそれで得たお金で、まあ、自分がやりたいことっていうのを、まあ、少しずつ拡大してきたっていうところが あのまず素晴らしいなっていうふうに思った1点目ですね。でまああの、まあ、<laughs> このね直近の 2, 2個ぐらいの動画も全部同じような話してるんですけど、まあ、すぐにあの結果を求めるっていうところが、まあ、結構強く出てきますんであのそういう部分があのないっていうことが、まあ、非常に、まあ、重要だったんじゃないかなっていうことですね。うん 2、えー、つ目がですねあの自分が楽しむ時間っていうのをすごい明確に定義しているというか持っているっていうことですね。でまあそのゆきく自体がねそのやりたいことっていう部分で例えば DIY 精神っていうんですかね「do it yourself」でねあのその例えば、えー、と地下1階にあるところにこう自分でねあのいろんなところからタダで。 材料鉄管とかいろいろ木材とかもらってきてでそれでこう自分で作っていくで自分で作っていくことによってすごい愛着のあるものができるしこれしかないっていうねあのお金じゃ買えないものができるっていう、まあ、そういうような方なんですけどあのなんかその大工的なところっていうんですかねその自分でこうやって作ってる時間っていうのがすごい楽しいんだっていうふうに言ってたわけですよね。うん、だからその 自分が楽しいすごいこう、まあ、幸せにつながるわけですけどそういう時間をねあのしっかり持って、あのー、実際に自分の行動の中に、ね、あの入れ込んでるっていうか、まあ、無意識なんでしょうけど、うん、そこが素晴らしいなっていうふうに思った第2点目ですね。で最後の3点目はですね、まあ、これ本当にあに自分のやるべきことをっていうところにもつながるんですけど えとまあ、家族だったりあるいはそのメンターみたいなね、えー、周りの方の、えー、とサポートっていうのを、まあ、得ながらね、えー、少しずつ、えー、前に進んでいるっていうことですよねでそれに対して感謝をしているっていうで、まあ、そういうサポートが得られる人柄っていうのはねやっぱりその誠実でありその積み重ねっていうのがあるっていうかね、えー、変にこう、うんまあ、やっぱ人間性が問われるわけですよね。うん えそれは3点目ですねで特にその人柄っていうかその人間性みたいな部分にも関わるんですけど、えっと、僕がですねそのじゃあどういう人間がその幸福感を感じやすい生き方がこれからの時代できるかっていうとですね、うん、まあやっぱり僕は起業みたいな形ですね。 えー、リスクテイクするっていうことがすごい大事なことなんじゃないかなっていうふうに思うわけなんですよ。でそれは何でかっていうとですねあのまあその自分のね正直に感じたところをこう実現していきたいっていうふうに思う人に関してっていうことなんですけどでも大体多分その方が幸福感感じやすいと思うので何、えー、でそういうふうに思うかっていうことなんですけど結局まあ私も結構ですね <laughs> まあ、あの次回じゃないんですけど結構1年間ぐらいですねまあ,あの本当に感謝してるんですよ。感謝してるんですしあの素晴らしい方々に囲まれたって思ってるんですけどやっぱりそのなんていうんですかね安定した状態、うん、っていうかまあ自分が安心できる状態、うんまあ、これあの自然の中に入ってもそうなんですけど、うんまあ、そういう中にいるとですねやっぱり。 どうしても真剣味っていうのは弱くなってしまうんですよね。うんで真剣味が弱いとですね。まあ、それだけ本気度がないっていうことで周りもですね。まあ、それくらいの対応になっていくっていうことなんですね。うん。だから、やっぱここがすごい。大事なところなんじゃないかなっていうふうに思うわけです。で、だから要は企業とかその一歩踏み込んでるっていう状態っていうのはですね。まあ、リスクに踏み込むっていうと。まあやっぱり本。 そういうい勇気があるとですね、まあ、要は真剣に考えるわけですね真剣に考えるで真剣に考えるからまあその相手もですねやっぱ真剣に相談に乗るわけですねサポートするっていうことになってくるだからその何々ができたから何かをしようじゃないんですよねもう決めちゃうっていうことなんですよね、うんまあ、それは僕も企業経験があるんで あのー、やっぱそっちが、あのー、より幸、まあ、不安かもしれないけど実際に自分のも強くなるし、あのー、サポートもやすいっていうかね自分が幸福な状態は作りやすいんじゃないかっていうふうに、えー、思うわけです。うん、えー、っとだからまあそういうリスクテイクして真剣に行動し考え行動し周りのサポートを素直に えー、な人間性のもとで受けられるっていう人がですね、えー、まあやっぱりそのおまあ覚悟の分だけ可能性を手にするなんていう言葉もありますけどまあ与え,られ与えるね愛が大きくなる人なんじゃないかというふうにまあ別に僕はじあの自己自分をなんかっていうわけじゃないんですけど、まあ、単純にそういうふうに思うっていうこととあの見習うべきは見習うというか。 自分もやっていこうというふうに単純に思うということですね。うん、で、えー、とそういうことでですね、あのー、まあそんなあ、まあえー、僕は勇気くんはそういう3点で、ね、かつリスク踏み込んで真剣に、えー、行動を積み重ねるさ周りのサポートを得ていくという点で素晴らしいなっていうふうに思ったわけなんですけれども、えーとあのー、まさに彼はですねコ、えーチで、えー、と仁淀川で。 えー、ラフティング川下りのツアーをやってますんで、まあ、そんなところですね、あのー、竜とそばかすの姫の舞台で、あのー、勇ましいですね本当の男に会いたいなというふうに思う方はですね、まあぜひぜひひらかなで「有機紅葉、えー」そしてまた漢字で「高知」で検索すれば出てきますので、えー、っと彼のですねラフティング、えー、ぜひ参加してみてくださいはい。 えー、ということで、あのーまあ、今日はですね、あのーまあ、教育に絡めて、えーとまあ、1年ぶりに再会した友人の、まあ、素晴らしいなっていうふうに思った点と、えー、今後ね、えー、こういう人があの幸福を感じやすいんじゃないかっていう、えー、教育について、えー、という観点切り口から、まあ、語ってみました。 はいということで、あのーまああのー、またね、えー、お会いできればと思います。皆さん、素敵な一日をお過ごしください。はい、えー、それでは、えーえー、さようなら。クリハルでした